どうもはずむです。本日は僕のお店ダンがですね、セールをしない理由についてちょっとお話ししていきたいと思います。お店とかでもこうよく聞かれる部分なんですけども、まずねセレクトショップの仕組みみたいなところからお話ししていきたいと思います。大きく分けるとですね、百貨店、大手セレクトショップ、個店のセレクトショップ、だいたいこう3つぐらいにこう分かれます。大手と百貨店はちょっと近い部分はあるんですけど、まあここの大きいところの話はですね、ちょっと例外というか、まあ、今後セレクトショップをやりたい方とかにはあんまり関係ない部分でもありますし、僕が正直よく知らない部分なので、ここはちょっと今回省略させていただきます。でまず、商品の仕入れなんですけども、これはですね、海外も日本のブランドも基本的には年に2回 SS と AW のシーズンで展示会を開催しております。時期に関しては春夏の展示会がだいたい今ぐらいの時期、早いところはもうちょっと前なんですけど、遅くても今ぐらいの時期に開催されていて、 AW に関しては1月から3月ぐらいに開催されていることが多いと思います。この部分に関しては百貨店も大手も僕らも共通なんですけども、その決められた期間内に開催されている展示会、これはバイヤー、そのショップの人しか行けないことが多いんですけど、に招待されて、行きます。で、実際にその商品のサンプルがこうバーッと並んでいるので、お客様とね同じようにこう試着をしながら、商品を見ていきます。その辺の様子に関しては先日動画も上げているので、こんな感じですというイメージ程度に見ていただければなと思います。だいたい 1,2 週間ぐらいで、オーダーの締め切りが来るので、それまでにオーダーする数をですね、もう先に決めます。で、ブランド側はそのオーダー数をもとに生産に入って、で、だいたいその春夏の立ち上がり、秋冬の立ち上がりのタイミングで納品という形になります。うちの場合はですね、バイングに関しては基本的に僕と大輝さん2人で行っているので、数に関してもこう2人で本当に相談しながら、僕も全然1人じゃ決められなくて、迷っちゃうことが本当に多いんで、これはこんぐらいですかねみたいな相談をしながら、あれこれね、あれはこれはないっすねとか、これはめちゃくちゃ良かったですねって、そういうなんか本当に服を本当に買う感覚で僕らは決めたりしてます。で、こっから僕らのその個展のショップのお話にはなるんですけども、基本的にこうブランドさんにオーダーしたアイテムに関しては全て買取で仕入れております。仕入れの方法は買取と委託っていうのがあって、大体この2種類に分かれると思うんですけど、委託っていうのがオーダーした商品分送っていただいて、それが売れたらその分を買い取るみたいな形で、残った場合はそれはブランドにお返しするみたいな方法で、ショップとしてはこう在庫リスクがないっていうメリットがあるんですけども、場合によってはこう仕入れ値がちょっと高くなったりとか、単純にこう委託はやってないブランドさんが多いですね。で、僕がダンのポップアップを開催した時は、はじめ僕が一切こう資金がなかったので、その時はブランドさんが動画でご紹介してくださったという経緯もあるので、全部委託で下ろさせていただきますという形でご協力いただけました。本当それはね、委託やってないブランドさんがやってくれるということはすごいことなので、今があるのは本当にその時手伝ってくださったブランドさんのおかげだと本当に思っているので、とても感謝しております。で、その委託の条件に関しては3月のタイミングでもう切り替えていて、4月からは全ブランド、買取でやらせていただいております。なので今取り扱っているブランドも全て仕入れるタイミングで買い取って、それを販売しているという形ですね。で、次、買い取った商品が残った場合どうするのかっていうところなんですけども、大体のお店さんとかブランドさんに関してはセール時期みたいなのがおそらく決まってるのかな、僕はしたことないので本当に一切わからないんですけど、そういうのがあって、このぐらいの時期からセールをしますみたいなのがなんか世の中的に流れがあるみたいなんですよね。で、そのタイミングで、ね、プライスを落として、で、セール、スーパーセール、ハイパーセール、モアセール、サマーセール、 ラストなんとかセールとか、すごいめちゃくちゃセールの名前ってあると思うんですけど、なんかそういうこういろんな名前をつけながらパーセントをもっともっと下げていくとか、そういう感じでセールでこうどんどん在庫リスクとなってしまわないように対処していくというか、そういう販売方法
をしていくのがほとんどだと思います。今のねアパレル業界に関しては。でうちもですねもちろん買い取りなので、まあ売れ残った商品はこう在庫として今その裏に倉庫があるんですけども、まあ、そこにどんどん溜まっていくわけなんですよ。で他のお店さんとかブランドさんからもよく言われるんですけども、まあ、うちは多分こう結構売れてる方だとは思います。数とかの問題じゃなくて売れ残ってない方、在庫がそんなに余ってない方だとは思います。ただですねいわゆるこう個展のショップさんに比べるとうちは結構こう縦積みと言われるですね一方、まあ、僕がすごいこれいいなと思ったものとか大輝さんがすごいいいなと思ったものを同じ商品をこう縦に積むっていうんですけど数をねつけるんですよ。この辺はショップさんのスタンスとかによると思うんですけど、結構その1個のブランドに対して一型あたりは1着とか2着で少ないけど、それをすごいいっぱい型数をやってブランドを見せるみたいな手法のお店さんもあるんですけども、うちに関してはやっぱり YouTube でこうご紹介してたりとか、まあ僕が買ったものとか大輝さんが買ったものを欲しいっていう方が多いので、まあ、基本的には自分たちが本当にいいと思ったものを自信を持ってこうオーダーするようにしてるんですけども、とは言ってもですね売れ残るアイテムはあるんですよ。うちは2年半ぐらいやって、だいたい大きめの段ボール難しいですけど6、7箱ぐらい、10箱は行ってないぐらいだと思うんですよね。靴とかはちょっと覗きますけど服に関しては10箱いかないぐらいは溜まっていっております。まあ、中には僕らの中でこうラスイチの原理みたいに言ってるんですけど、ラスイチになるとなぜかこうサイズが合わなかったりして売れ残るっていう、すごい人気だったのにラスト1個だけ残るっていうアイテムも中にはねこうあったりするんですけど、まあそれは正直そんなに在庫リスクではないので、まあ、どっちかっていうとこう販売のタイミングを逃してしまったりとか単純にお客さんに響かなかったりとかっていう商品がちょこちょここう積もり積もっていって、それが段ボール10箱以内ぐらいになってるっていう感じですね。でこのタイトルにもあるこうセールをやらない理由に関してなんですけども、まあ、僕にとってこうセールがすごい身近じゃないんですよね。まあアパレル自体もセレクトショップを経験してないので、まあ、カインドールというブランド古着屋の経験しか実際なくて、でカインドールはもバンバンセールしてたんですけど、それはなんかメール会員とかなんか LINE の会員様だと 10% オフしますよみたいな、なんか季節でどうこうってよりはいつもご贔屓にしてくださってる人に還元するみたいな、まあ、そういうセールだったんですよね。で僕がセレクトショップのこうセールっていうのをこうしっかり感じたのは、それこそそのカインドールで働いてた女性のスタッフさんかな、先輩のスタッフさんがもうセール時期だけどなんか買いに行ったみたいな話になって、でセール時期みたいな、いやいつからセールで伊勢丹とかは並ぶんやでみたいな感じで言われて、そうなんですねみたいな、まあ、セールっていうものを僕はあんまり知ってないんだっていうことにその時初めて気がついて、そのセールの文化というかタイミングがあるんだとか、それを聞いてまあセールとかもこう見に行ったりしてみたんですけど、もちろんねすごい安くはなってるんですけど、まあ、その時僕が思ったのは単純にやっぱ売れ残ってるものがあるっていう、なんかテンションがそんなに上がんなかったんですよね。まあ、値段はもちろん安くて手が届かないものも買えたりはする値段になってるんですけど、でも安いから欲しいっていう感情があまり湧かなくて、自分が欲しいものがもし安くなってたら喜んで買うと思うんですけど、でも本当に欲しかったら定価の時買っちゃってるよなみたいな気分になったんですよね。まあ、それ以来セールだからこうお店に買いに行くっていうことは一切していなくて、まあ、買ったものがたまたまなんかセールになってたとかはなくはないんですけど、まあ、それも本当に稀ですね。まあ、そういうところで、まあ、自分にとってセールっていうものが身近でないのに、まあ、お店のその在庫リスクをどうこうとかのためにセールをするっていうこと自体はこうわざわざねしなくてもいいかなっていうふうに思いました。まあ、ただこうセールをしているところ、セールをしているお店とかブランドさんを別にこう悪く思ってるとかはなくて、なんであそこセールしてんのかよって思うことは本当に一切なくて、なんか単純に自分がセールに興味がないだけで、セールをすることは全然いいことだと思うんですよ。作りすぎてしまったりとか、まあ、バイヤーさんがこうセレクトしたものがお客さんに響かなかったっていうだけの話なので、まあ、そのリスクというか次の仕入れにつなげるためにセールをするっていうことはすごい理にかなってることだと思うんですけど、まあ、世の中のそのあらゆるショップブランドがセールでしかこう
あと福袋でしか在庫とかっていうものを消化していないっていうことに対して、いやもっと他に何かあるんじゃないかみたいな希望というか、あのもっともっと深く深く考えていった先には何かあるんじゃないかみたいな、あるか本当にあるかどうかは分かんないんですけどみたいな、ちょっとこう希望を持ちながらセールはちょっとしないっていうルールを決めてやっております。まあ、正直このまま長くやってったら、あの場所もどんどん取っていくので大変っちゃ大変なんですけど、まあ、なんかここは自分のポリシーというか貫きたい部分ではあるので、まあ、変わらずやっていこうかなと思っております。ダンはまあご覧の通りですね、日本のブランドがすごい多いんですけども、インポートをこうほとんどやっていない理由としては、やっぱインポートってあの日本のブランドよりこう仕入れ値が安いことが多いんですよね。その分なんていうんですか、こうセール前提の状態設定になっているというか、仕入れ値は安いんだけど販売価格が高いみたいな、まあ、これもちょっとあの例外もすごいたくさんありますし、僕のなんとなくなイメージなので、あの参考程度に聞いていただきたいんですけど、そのイメージがすごいあって、まあ、あくまでもこうセールした時にでもあれなんかこう利益が確保できるあの設定になっていることが多い印象で、単純にこうセール待ちになるというか、まあ、セールになったら買えばいいやっていうお客さんもすごいインポートは多いと思いますし、単純にこう自分が定価で買おうと思った時にあのいやちょっと高いなって思いとどまることがインポートは多いんですよね。まあ、日本のブランドでもそうなんですけど、まあ、バイングの時に、まあ、仕入れのことも考えるんですけど、あくまでもあの上代、そのお客さんが買う金額、自分たちがもしこの服がお店に売られてて買うっていうことを考えた時に、まあ、この値段はちょっとどうかなみたいな、高いよなみたいなところをすごいこう意識するというか、本当に自分たちが買い物する感覚であのオーダーをするようにはしてます。まあ、そんなにこう長くまだショップをやってるわけじゃないんですけども、まあ、これがおそらくどん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 あの年数もっともっと重なっていくと、そこの感覚がおかしくなっていくというか、売る側の頭にこうどんどんなっていってしまうと思うんですよ。まあ、そうなるとこう買ってくださるお客様と自分たちとのこう感覚の差がすごい出てきてしまうと思うので、まあ、結果的にまあ売れない商品というか、あんまり売れない商品をあのたくさん買い付けてしまったりとか、なんかそういったところにあのつながってるんじゃないかなっていうふうにこう勝手に考えてるんですけども、まあ、あくまでも自分たちがあの定価で買う、まあ、セールをしないっていうことはもうそういうことなので、定価で買うっていうことを前提に、まあ、セレクトバイングするように、まあ、気をつけてるというか、あの心がけております。はい、ということで本日はですね、ダンがセールをしない理由についてお話ししていきました。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。